こんにちは。カタールの今日の開幕戦に雨も降る中、たくさんの皆さんにご参加いただいて誠にありがとうございます。また福島に帰っていただいた皆さん、ご苦労様でございます。さて、カタールは昨シーズン大変厳しい結果に終わりました。しかし最後の5試合は3勝2分け、今季につながる頑張り、健闘を見せてくれたと思います。三浦新監督を迎えられましての今シーズン、カタールが J2 復帰を実現する、まさに正念場であります。前半の鹿児島戦、いいところまで来ましたが、もう一息でやりました。ぜひ今日の開幕戦では鍛えた技、パワーを大いに発揮してもらって、スカッと勝っていただいて、今日いらしたサポーターの皆さん、子どもたち、多くの県民に夢と希望、勇気と元気を与えてもらいたいと思います。今日は皆さん、カタールドラマの企画で富山県民の日ということになっております。みんなでカタールを応援しましょう。応援します。こんにちは。今日は石井爺様をはじめ、アカデミーの皆様、そしてサポーターの皆さん、ようこそスタジアムにお越しいただきました。また福島サポーターの皆様が遠くからのご来場、本当にありがとうございます。待ち望んでおりました J3 2016シーズンも先週からスタートし、今日はこのホーム開幕戦を迎えました。カタール富山は今シーズン昇格争いの中心となって試合を戦い抜き、今年こそは何としても J2 復帰を果たし、ご来場の皆さん方をはじめ県民の皆さん方のご期待にしっかりとお応えをしなければなりません。ただしこの J2 復帰は決して簡単なことではなく、大変厳しい道のりになるものと思います。その困難を、厳しい道のりを乗り越えるためにも、その大きな力、支えとなりますのは、何と申しましてもカタールファンやサポーターの皆様方の力強い応援である、このように思います。チームやフロントスタッフ一丸となりまして、今年こそ何としても是が非でも J2 復帰を果たす、この強い覚悟を持って全試合全力で戦ってまいりますので、皆様方にもどうかこの1年、私どもと一緒になって戦ってください。そしてシーズンの終わりには、今ほどいただきました必勝だるまに命令を行い、そこに昇格の喜びを分かち合うではありませんか。今シーズン皆さん方の力強い応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。株式会社カタールでは代表取締役社長酒井秀治より皆様にご挨拶を申し上げました。ご来場の皆様、安田生命 PSB リーグ第2節。
は唯一ですし、このホーム富山県総合運動公園陸上競技場で8点差を稼ぐのはゼロになった